字が読めん。ああ、俺は細かい作業は好かぬ。俺の分も貴様が書け。いいの？では最後にこちらに欠板をお願いします。欠板？怖くない、大丈夫、注射と同じ。えい、切りすぎた。エデンの園から取り寄せたリンゴです。注文しても数百年待ちは当たり前のあのエデンのリンゴ、略してエデリン。恥ずかしいですの。なんですの、この猛烈に恥ずかしい感じは。なんてことだ、服を着ていないじゃないか。数千年越しに人を騙した罰が蛇に返ってきたわけね。卵さん。甘いな、ケンゴ。何？真の技を見せてやるぜ。なんで父さんと？マリのことをよろしくね。はい、大事にします。なんだそれ。お父さん、若い男の子が好きなんだ。いや、隠し子？仲居所あるわけねえし。カオツくん、お疲れ様。お疲れ様です。今日は風が強いですね。そうだね、気持ちいいね。カオツくん、骨と鼻血が出てるよ。あ、これあなたのですか？ええ、そうなの。ありがとう。それでは、八重歯のお兄様。すみません、見ちゃって。姉ちゃん。僕のシャツどれ？タンスの中の適当に着て。わかった。チャイム鳴ったわよ。みんな静かに。先生、おはようございます。タケル、あんたの部屋インターフォン壊れてるわよ。おい貴様、ノックくらいしたらどうだ。とりあえずエロ本探しでも。私というものがありながら。まさかまさかと思っていたが、なんで私を混ぜてくれないのよ、この裏切り者。でも先輩がやったことないって言うならやり方教えてあげた方がいいんじゃないですか。まあ感染するにもルールが分かった方がいいかもしれないわね。じゃあ旦那様、コントローラー持って。うん。ちなみに今までどんなゲームをしてきたの？ソリティア？あとマインスイーパー。どうしたよ、なんでそのそれ。いやー、バレンタインの失敗作いっぱい残ってて捨てるのはもったいないでしょ。それで全部食べきったら。体大丈夫？え、私先生のお宝。すみません。コイトさん近い。先輩って本当だって、好きな女の子の部屋に来てドキドキするのは仕方ないでしょ。今心臓すっごいドキドキしてる。え、ちょっと。本当だ、ちょっと早いですね。楓、いつもスポブラね。うん、楽だし面倒だからこれでいいかなって。面倒って？それに私の胸に合うサイズのブラあんまりないのよ。ダメよ。え、めんどくさいわ、女をダメにすんのよ。あー、洗濯めんどくさい、化粧めんどくさい、風呂めんどくさい、喋るのめんど。嬉しい時はおねしょしちゃっても仕方ないんですよ。子猫のうちはそういうこともあるんですから。ひなまんも嬉しい時を漏らしちゃうの？そうだね、その私は漏らしちゃうっていうか、
方法とかじゃねえ。俺は約束したんだ。生き返らせるその日まで俺が吸血鬼になるってな。ほら。じゃあせめてあっちの方で。いいから飲め。どうだ。ダメです、スタッフさん。私これ以上この味をしてしまったら。先に目をそらした方が負けなのだ。ブリッジ。おりゃやだね。キリスト教はあれすんなこれすんなってうるせえもん。だいたいロンドンであいつらが拝んでる木像を見たけどよ、ひょろひょろだもんな。いやあれは魔法使いらしいぞ。水の上歩いたりパンを増やしたり。地味な魔法だな。オーディン神やトール神の方がかっけえよ。じゃあここでテニス部ですよね。何か御用ですか。主催テニス部に入れっこめてあげみゃ。うるさいマリモ。じゃあ皆さんのプレーを。わーりゃー、皆さんお上手ですね。どうやんだっけ。ゲームじゃなくてリアルでやってください。こうして近藤さんはひとしきりテニスを体験して帰っていきました。で、新聞ができました。なんじゃこりゃ。やっぱマスコミはうかつに信用したらあかんな。あながち間違った記事でもないですけどね。続く。神奈川県の君、加藤アンナ。彼氏もいない歴イコールねね、加藤アンナ。けどさ、ヤンキーがやってないわけないじゃん。直球。これだけの白衣スケ、中学入ると同時に先輩ヤンキーたちに一通り回されてるに決まった。女子が大半を占める吹奏楽部、世の男子諸君は女子に囲まれた幸せな空間だと思うかもしれない。しかし残念ながらそれは幻想だ。たまに女子の遊びに誘われるも、扱いは普段と変わらず、ガールズトークに入れるわけでもなし。しかしそんな男子部員にも輝ける瞬間がある。それが楽器運搬だ。春菜よ、どこへ行くのじゃ。町内会よ。今日は私が出席するの。うん、偉い人間の集まりじゃな。ならば箱根も参加せねばなるまい。さて今日の議題は。旅館街は今の城計画しています。お客様と一緒に楽しめるもの。痛いのじゃ。ちょっとすみません。大体な、大学生がお前みたいなガキなんて相手にするわけねえし。ガキじゃないもん。それに島津さんはそんなんじゃないもん。はあ、ガキだろガキ。ひよこのパンツなんて履いてるやつは。はあ、そんなのもう履いてないし。ほう、とっ、うわー、5人のバカ。バカハゲ、つるっとけ。大きいブロック状の人参や玉ねぎ、微妙な焦げ、聞いてない調味料に生焼けのご飯。イエスだね。嫌味言うの。カオルタンの全てにイエスだ。お料理を教えてほしいだと。うん、ほらお父さんプロだし。飯まず嫁属性を手放すのは惜しいな。佐竹、落ちるなよ。心配無用。女子だけの貸し切りプールと聞いて黙ってられるか。ルンルンルン